清水康氏は IBC 岩手放送のアナウンサー。大阪府大阪市生まれで、兵庫県伊丹市出身。高南大学卒業後、2016年4月に IBC 岩手放送のアナウンサーとして入社。高南大学の先輩には、MBS 毎日放送の大吉洋平アナウンサー。IBC の同期入社には、長谷川健森と川島幸。 大阪のアナウンススクール制アカデミー時代の同期であり、中京テレビアナウンサーの上山元気とは、大学時代からの友人にあたる、高南大学法学部卒のアナウンサーが続々、誕生。法学部。高南大学 CH。高南大学受験生向け情報サイト。2021年2月19日閲覧。大吉洋平さんのインスタグラム写真。 清水康史アナウンサー大学の後輩、親指を上げたて、岩手放送 IBC 岩手競馬、高南大学1月11日21時26分、予定およし0823。インストグラマーニュース、2021年10月2日、閲覧。新人の清水康史です。就職デビュー、大阪アナウンススクール、極穴受験、聖アカデミー。 www.c.co.jp 2021年10月2日閲覧。同期、ありがとうございます。